いつからあるんですか？2011年の4月、11年目。うん、基本的にはロングフォークが好きで、自分が、まあ、60年代から70年代前半の車両をイメージしたカスタム車両が多いですね。ジョッパーが好きで、僕自身が乗ってるのもロングフォークだし、昔のサバイバーとかすごく好きで、サバイバーも何台も乗り付いてるし、お客さんも乗ってる子もいるし、サバイバーに寄せたチョッパーを作るっていうのもあるし、まあ一応打ち合わせはある程度お客さんが乗りたいスタイルを聞いて、まあリジットかサス付きか決めてもらって、であとはどういう形がいいか参考画像をもらうか、あのこういう雰囲気が好きっていうのを聞いて、あとは僕の方で噛み砕いて作っていくっていうのが多いですね。これ出せんだよなっていう場合は光りますか、それとも砂尾さん流にアレンジして変えちゃいますか？もうそれを行き切ればその人のなんか車両だし、例えば僕に何か言われて変わるようだったらやめた方がいいし、変わらないんだったら作ってもいいかな。ただほとんどの人は変わる、それはやめといた方がいい、それはダサい、乗り続けられる自信があるかって聞くと、みんなじゃあ最終的には任せますって言ってくれるんで、まあ、ほとんどなんか任せられるケースがほとんどですね。今パンですね。パンが圧倒的に多いです。あ、そうなんですか。うん、パンで組んだら、やらしい話、予算的にはどれぐらい？その内容によるかな。もう本当に状態にもよるし、やりたい内容にもよっちゃうから、もうそれで本当に数百万の差が出ちゃうから、なんとも言えんですね。これいつぐらいからパンの方が強くなってきますか？僕自身がパン乗り出してから徐々に、やっぱりオープンしたての頃は作りたいバイクもまともに作れなかったし、もう今になって、ね、プライドロックはチョッパーだって言われるようになったけど、最初はそうじゃなかったんで、最初もちろんチョッパーが好きだけど、お客さんの意見を割と聞いたりとか、そのニーズに合わせた、まあ昔ね、ちょっと流行ったコンパクトのバイクも作ったりとか、やっぱりロングフォークって、ね、当時はそんなに見向きもされなかったから、だからヴィンテージパーツ、チョッパーパーツ、何純正パーツが高いのは当たり前だけど、チョッパーパーツこんなに高いのじゃいらないよっていう時代だったから、だからそれをね、まあ今流行りの SNS とかヤフーオークションとか eBay とかで多分みんながいろんな情報を知るようになって、でヴィンテージパーツももうその希少価値が高いって認められたし、サバイバーだって今すごい高いから、アメリカでもオリジナルとほとんど変わらない金額にもなっちゃって。Thank you.
ちょっと遠方の人とかっていうのは、あ、でもたまにいますよ。割とでも東海3県が福島からわざわざ東京を越えてうちまで来てくれて、かなりの距離ですよね。逆になんで東京を越えてうちまで来たって聞いて、まあでもプライドロックさんで作ってほしいなって思って来ましたって来てくれて、ありがたいですね。そうですね、現時点で今四国のお客さんでカスタム預かってる人もいるし、まあちょくちょくはありますね。なんかプライドロックさんでチームみたいな、チームなのかな、 なんかでもみんなクルーって言ってくれるけど、プライドクルーって、いや別に特に立ち上げた感じはなくて、ただもうそのしがらみなく、まあバイク楽しいよね、みんなで走ろうよ仲間内でっていう感じで、そんな集まりになったのかな。走りに行くのは全然いろんな人がいるけど、プライドクルーって言われるのはお客さんのみで、うちで結構なんか作り込んだバイクとか乗ってるサバイバーとか、俺がかっこいいと思うバイクが割とそういう感じかな。だからみんなが本当に最初僕が乗ってたあのサバイバーのパンに憧れて、でみんながショベルからパンに乗り換えてくれて、でみんなサバイバーチョッパーっていうのが好きになって、でそういうバイクが自然に増えて、で今があるっていう感じですね。困ってる人はやっぱりあのほっとけないし、よそでやっぱいろんなことがあったりとか、まあ、行きにくくなったり、そこで出して調子よく なかったりとかで、バイクを降りられる方が僕は嫌だから、バイク人口を増やしていきたいから、でハーレーが嫌いになってほしくないんで、基本的にはあの今一元さんお断りっていう職もいるけど、まあ、修理とかに関しては今は受け入れてます。まあでもカスタムはちょっと今断ってます、忙しいから、うん、新規のカスタムは断ってて、フルカスタムで作ろうとしたら多分2年とかはかかっちゃうんで、カスタムだけじゃないし、修理ももちろん飛び込みでいっぱい、飛び込みっていうか簡単に、ね、出先で壊れたとか、そうです、車検とか、まあ、あとエンジン修理とか、結構今かなり抱え込んでるんで仕事を。だからもうその今待ってもらってるお客さんを少しでも早く納車できるように、まあ修理は乗れなくなる、車検も乗れなくなる、だから受けます、でもカスタムって乗れるでしょって言って今断ってるんですよ。カスタムなんて俺が落ち着いた時にしてって、そのカスタムをしたいっていう気持ちだけ伝えてもらって最初に、でそれをじゃあ僕のタイミングでこれぐらいのタイミングだったら、まあ、同時進行で進めていけるよってなった時に改めて連絡しますって、まあ、希望はあるということですね。そうですね、やってもらうっていう、うん、機会がありますから、ぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、こちらこそ、はい、はい、ぜひ。